握手期限前5世紀頃のものとされる、ヘーラーとアテナーの握手第二次世界大戦時、出撃前に握手を交わす、ギレ術空挺隊の奥山隊とスワ部隊握手とは、挨拶として相手の手を自分の手で握る行為。二人の人が出会った時や別れ際に、お互いの手を軽く握り合う動作。互いの手を前方斜め下に向けて伸ばし、手のひらを合わせて、 互いの手の甲を握り込むようにする。さらに、それを上下に揺さぶることも多い。大抵双方の聞き手で行われ、さらに他方の手が添えられることもある。お互いの行為を示すために行われるもので、これを拒絶することはエチケットに反する敵意を持つと考えられる。中国でも古くから握手は行われた。五感書には、もっため、聞いたりと握手官助兵勢とあり、また、 反対種の粒子公母指名には、握手で廃刊所を示せとある。相思相愛の男女が愛会するのを、肩を抱いて手を握るとか、手を握って腰を抱くとかいう。現在では握手はほぼ世界中で行われている。友好を強調する場合は、もう片手を添えることが多い。さらに、強調する場合の抱擁やキスなどへの一連の行為の始まりのステップとなっている。 英語圏では握手の種類が5種類ほどあるという指摘もある。モンゴルでは誰かと足をぶつけると敵対していることになるため、ぶつけた方はその意思はなく、ぶつけられた方は気にしていないとの意味で握手する。モンゴルでは、右の方角に平和や良いという左より上である意味があるため必ず、右手で握手し、それをしないと敵意があることになる。 女性をナンパする手口としてわざと足をぶつける男性もいる。フリーメイソンの握手は独特であり、指の組み方などで何種類かあるという。握手によって、聞き手を制することで、武器を隠し持っていないことを示すための意味があったと推測されている。多くの場合、聞き腕を預ける形になるので、握手を嫌う人物イコール警戒心が強いという描写が見られる。格闘技では、 握手からの相手の攻めを防ぐ方法や、それに対しての形稽古がある。ボーイスカウトでは、縦を持つ手である左手での握手は相手への友好と信頼を表すとされている。国、地域によってまちまちであり、一概には言えないが、以下のような意見、考え方が挙げられる。西洋のマナーブックにおける、正しい握手の仕方は、以下の通り。相手と間合いを置いて立つ。 相手の目を見つつ、半歩踏み出すと同時に手を差し出し握手を求める。終わったら元の立ち位置に戻る。握手してから手を離すまで相手から目をそらさないなお、握手する時の圧力、時間の度合いは、相手へ感情を表すのに使われる。強すぎ、弱すぎ、長すぎ、短すぎも誤解を招く、可能性がある。勢い余って爪を立ててしまう懸念もある。また、左手の仕草も、 印象を左右しか寝ない。日本人は握手の際に頭を下げてお辞儀する習慣が出てしまうことが多いという意見がある。しばしば日本人をコミカルに描くときに使われる。握手を求められた際にアピール込みで自身の衣服で手を拭ってから握手をする人もいる。また、握手の習慣がある国から来た外国人が日本に来たときに挨拶の習慣で出した手の置き場に困り、 頭をかくなどの行為をとってしまう場合がある。テニスの試合が終了した時に行う握手。スポーツマンシップの現れ。テニスコートの中心からあまりに外れた場所で通常の握手を行おうとしてもネットの高さが邪魔になるので仕方なく腕を持ち上げた角度で握手をすることになる。コブラゴールド2012以下の中には当事者間の自然発生行為ではなく、 第三者が握手を支持するパターンもある。2019新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、欧州では握手などの直接接触を避ける動きが広まっている。フランスのベラン保健省は2020年2月末、流行下では、ちょっとした振る舞いが防護効果を持つと強調。握手を避けるよう呼びかけた。ドイツではメルケル首相が差し出した手を、 税法派内相が握らずに笑顔で応じた。独メディアが伝えたもので感染対策として握手をしないようにしているという。英国と EU による通商交渉が続くブリュッセルでも AFP 通信によると双方は感染を防ぐため手は握らないことで合意したという。英国のチャールズ皇太子も週刊で対面する人と握手をしそうになり手を。 引っ込めてはビル姿が2020年3月11日の映像公開された。ありがとうございます。